人が人にあんなひどいことを。さあもう寝た方がいい。明日にはかすみと合流できるだろう。そうだね。母さんの様子どうだったか教えてもらうの楽しみ。俺は朝食の仕込みをしてから眠る。うん、いつもありがとう、シン。ああ、びっくりした。冒険の手引き、目の前に宝箱があるようです。フィールド上の宝箱にはいろいろな形したものがあります。え、なんか後ろ、あ、カピバラくんかな。開けてみるか。シンさんが宝箱を開けたぜ。というわけで、おー、びっくりした。こんにちは、セナです。今回もゼノブレード2黄金の国イーラを頑張って実況していきたいなと思っているんですけれども、おっとっとっと、今危ない。今ね、シンさんをこうやって動かしてるんですが、案外深いですよ。フィールドスキルを使えば通れる場合もあります。一見壊れた橋でもね。クイックウェイ生かしてんな。ここはハリージー丘陵。いろいろなエネミー。何サソリ。ユニークモンスターと呼ばれるモンスター。世界中の名打てのドライバーですら手を焼いていると言われています。ユニークモンスターを討伐すればきっと世界中の誰もがあなたを認めてくれるでしょう。ただし普通のモンスターとは違ってかなり強力な攻撃を仕掛けてくるので準備を整えてからね。でもさ、これ500年前かそこらでしょ。その場所にお墓が残ります。お墓に向かって A ボタンを押すともう一度ユニークモンスターを呼び起こすことができますよ。500年前かそこらの世界観でしょ。人ってどうなのかな。わお、やるしかない。レックスたちがいた世界より人は多いのかな、それとも少ないのかな。どっちなんだろうな。多いイメージはある。の、着いた。サタも来たか。かすみ、まだ来てないよね。そんな。ここにはフェルト村があったはずなのに。高熱で蒸発したようだな。おそらくは傭兵団で噂になっていた天の聖杯の仕業だ。一体何の目的で。ラウラ、シン、かすり傷だ。やるぞ。なんか降ってきた。ガーゴイル8レベル。うわー、強えな。武器を構えろ。てかやっぱりグラフィック高級感が増してますね。もう蒸発アートですらさ、くっきりじゃない？綺麗。甘い。危ない危ない危ないよ。これ危ないよ。危ないけど向こうも結構もうギリギリチョップ。危ないね。ギリギリだったね。じゃない。スペルビアのアルス兵器とも違う。もしかしてメツの。二人とも伏せて。すごい。危ないところだったよね。この辺りはまだメツのデバイスが残っているようだね。メツ。
おや、君は。イーラの国章。君はシンだろう。いやー、なんたる偶然。助けた相手がまさかイーラの秘宝とそのドライバーだったとは。若いね。コアが盗まれたのは17年前だとすると、君はまだ子供だったことになるけど。私たちを捕らえる、それとも殺す、どうしようかな。一度助けちゃったからな。あら、お優しいのね。ラウラ、それ以上の問答は無用だ。面白いじゃない。はあ！マジか。強っ。さっきより強いな。もちろん、ひかりちゃんの初登場時の顔見ました。ものすごい得意げだった。かわいおー。倒せる倒せる倒せる。あれ、僕たちも結構レベルアップしてたぜ。捕らえるのは無理かな。いや、アデルさんかっこいいんだけど、惚れちゃいそうなんだけど。やこの二人、ただのドライバーとブレードのくせに、どこからあんな力が。一応イーラの秘宝なんだけどね。ラウラ、撃つぞ。ダメよ、そこまでする必要は。はあ。君！え？すごいぞ、君！いやー、君たちは！え？最後の技なんて、とてつもない威力だったね。驚きだよ。ええー、そう。それは何より、そうか、武器の渡し合いか。目から鱗だよ。一体どうやって今の戦法を編み出したんだい？それは…お金がなかったから。あ？私の武器を買うお金がなかったから、それで仕方なく。こいつはいい。いいよ君、最高だ。いや、嬉しいよ、ポカ。は？大好きだぞ、僕は。君たちが。はあ？アーデル様！ミルト。ああ、ご無事でよかった。アデル様、お怪我は？アデルって…まさか、アデル・オールド？アレッタの領主、王位継承権4位の王子か。何よ、あんた。私がついてるってのに、この人が危ないとでも思ったの？またバカの一つ覚えみたいにデバイスを使ってたろ。だから心配なんじゃないか。見ると、そちらの方は。あ、かすみさん。モンスターに襲われそうになった僕を助けてくれたんです。そうか、それはお礼を言わないとな。かすみ。あ、もしかして君の。
ただいま戻りました、ラウラ様。そうか、それでシント、大変だったんだな君は。また始まった。温かいうちに食べな。あ、ところで傭兵団に席を置いているのはなぜ？縛られたくないの。何者にも縛られず、自分が信じたこと、信じた人の手助けができる。どこも自分たちが生きるのに精一杯でしょ。嫌なんだそういうの。なるほど。それで世界が立ち行くなら世話ないわね。そんなに甘いものとは思えないけど。立場の違いだ。傭兵には傭兵の、為政者には為政者の立場と振る舞い方がある。無駄なものはない。あら、人間のことを持つんだ。珍しいブレイドね。俺にはお前の方が珍しく見えるが。そりゃそうでしょう。なんせこの私は思いやりに欠ける。は？そうそうお目にかかれるものじゃない、お前のようなブレイドには。真のことダメだよね、やっぱり。この僕に君を切れと？それは、僕が本国から受けた使命は天の聖杯、滅の討伐だ。宝を取り返すことじゃない。そもそも宝なんてどうだっていい。え？どうだろう、僕らにその力貸してもらえないだろうか。君たちの力は素晴らしい。さっきの戦い方とか学びたいこともある。あ、そうだな、旅先で僕は偶然秘宝を見つけ出し、それを適性ある君に託した。滅を打つために。どうだい、そんなストーリーは。それって風な口を聞いて、なんかムカつくわ、あいつ。素直なのさ。素直？誰が？君が。私？彼はそう言ってるんだよ。コアに戻ればブレイドは記憶を失う。しかし人との歴史において少しずつだが、ブレイドの気質、いや感情と言ってもいい、それは変わってきている。より人に近く寄り添うように。しかし君はあえて距離を置こうとしている。何言ってるの、私は。僕は嫌いじゃないよ、君のそういうところ。ひょっとして怒ってる？滅の討伐のこと。いや、何があろうと君を守る、それだけだ。
この世界の惨状、いずれ放置はできないしな。ただ。ただ、何？あまり無理はするなよ。ねえ王子様。アデルでいいよ。なんだい？昨夜のあれだけど、もう少し待ってもらえる？何か予定でもあるのかな。ええ、まあね。ラウラ様はお母様の居所を探しておられるんです。でも傭兵としてのお仕事もありますし、ですから私が単独でお母様の所在を。なるほど。で、分かったのかい？はい、いろいろあったのですっかりご報告し損ねていました。ラウラ様、お母様は今鳥子村というところに落ち着かれています。鳥子村？グーラの辺境だね。あの辺りはスペルビアとシアの小競り合いも多い危険な場所だな。はい。よし、わかった。鳥子村に行こう。え？だってあなたには使命が。お母さんのこと心配じゃないのかい？それはまあそうだけど。なら行こう。あの辺りはまだ滅の侵略を受けていないってことは、その逆も考えられる。滅に会えるかもってわけ？そうさ。そんな都合よく。僕らは滅を探して鳥子村に行く。君はお母さんを探して鳥子村に行く。何ら不都合はない。母が見つかったらあなたの手助けをする？うん、そうしてくれると嬉しい。君の傭兵団には僕の部下を伝令として出そう。そうだ、お母さんオートに住んでもらうってのはどうだい？あそこなら安全だ。物好きな王子様ね。付き合わされる方はたまったもんじゃないわ。お前なんか一緒に来なくてもいいんだぞ。おあいにくさま、ドライバーとブレイドは一心同体なの。いっつも好き勝手に戦ってるくせに。物好きは否定できないけど、今はどこであの滅に出くわすかわからないからね。僕たちが同行した方が安全だと思うよ。あいつらは。うわあ！間違いねえ。あのブレイドとあの時のガキじゃねえか。俺だ、敵ワンダ。ああ、やっぱり村ごと焼き払われてたぜ。おかげでいいコアクリスタルが拾えたよ。それと、もう一つ面白いもんも見つけたぜ。わかった。じゃあこっちは好きにさせてもらうぜ。また連絡する。
何の因果か。俺が盗み出したイーラの秘宝がこの俺の元に帰ってくるとはな。思いやりに欠ける。